エイブルプレゼンツ第73回全日本選手権大会解説の若月と大津です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。準決勝始まりましたね。そうですね。ちょっとさっき解説が硬いって話だったので。そうですね。もうちょっと楽に何かコメントがあったらぜひよろしくお願いします。答えれる範囲で伝えていくので。カウンターでセラ選手が試合展開が早い。そうですね。もう解説の誰々って言ってる間にもう 2-1 です。早いですね。どちらも動く選手ですからね。そうですね。どちらもアタックがね、思いっきりいいからね。試合が早いです。選手は先ほど逆転勝ちしましたからね。まだ分かりません。勢いを使ってまだ始まったばかりです、ね。はい、そうですね。まだ分かりません。何がどこになるか分からないです。あっちこっち行っちゃってる。すごいですね。よく俺でつけますね。すごい。なんか体格差も。そうですね。アテナ選手はこの本数でどこからこんな強さが。これでさっきパターンがすごいですね。タイミングをずらして。アテナ選手はこれ技術のベテランの意地を見せてほしいですね。でもこの選手2人は前々回決勝で当たってますよね。そうですね。そうですよね。その時は東選手が勝ちましたが、今回はどうなるか。阿部選手やったくまだわからない。先ほど1回戦で東選手は阿部のリオ選手が負けてしまいましたので、リオ選手も頑張ってほしいところ。カウンターで東選手が、ね、取りました。でもまだ点数は離れてないんでまだ分かりませんね。そうです。すごいアタックがすごい。足で切りますね。そうですね。よく切れますね。アタックやっぱタイミングが分かるんですかね。すごい駆け引きしてますね。天心駆け引き大事ですからね。お、いいアタックですね。いいアタック。今のは力が入った。力入った。力強いアタックですね今のは。ちょっと今のは阿部選手が先に攻撃をしてくれた。もっともう4対4追いつきましたね。阿部選手すごいですね。追い上げが。しかし寺田選手は外からうまくついていきました。点数が離れない。こんな試合を毎試合毎試合見てると審判がすごいですね。そうですね。やっぱここにいる審判員もすごい方々だけですよね。よく見えますね。自分たちは決めらんないです。我々はちょっと見えないですね。わざわざいいアタック。いいアタックです。6対4ちょっと離れてきましたね。阿部選手ちょっと追いつきたいところです。ですよね。東選手オリンピック決まってましたけどね。団体の。あ、そうでしょ。そうです。オリンピック延期になってちょっと調整とかが難しそうですよね。ゼリホ出てる選手皆さんもう半年ぐらいも試合してませんからね。おっと、カウンターで東選手が取っていきました。5対7。どちらの選手もアタックが力強いですよね。そうですね。やはりこの力強いアタックに
ハンターアタックがあるので、そうです、ここにうまく合わせていくところが大事ですね。はいはい、東選手、カウンターが多いですね。前に、そうですね、前に行った攻撃、お、またカウンターです、ね、やはり分かってるんですかね、この選手にはこの技っていうのがあるんですかね。そうですね、やはりなんか一緒にそうですね。この駆け引きの時の心の心情がすごいバクバクするのがすごいですよね。心の心情ですか。はい、心の心情ですね。心の心情がね、今行くか、今ちょっと何言ってるか分かんないですけどいつ行くか、いつ行くかみたいなありますね。ノンマラブ、つけば勝ちですね。そうですね、ちょっと点数が離れてきて、今回の試合はまだ1セット目なのにちょっと早いですね、展開が。そうですね、リストでの試合をあまり。そうですよね。お、今1セットが終わりました。やっぱ自分の同国に。そうですね、楽しみですね。これも3点差もあるんで、まあ、そこをリードを保ちたい東選手ですね。やはりなんか王者って感じがしますよね、東選手、強気で、ね、全日本優勝してますね。そうですね、一昨年とその前ですかね、2連覇してますので、あれ違いましたっけ、あれ高校3、ね、あれ高校3年生と大学1年生で取りましたよ、ね、そうだったかもしれないで去年は惜しくも辻選手に負けてしまって、そのまま辻選手が優勝した形ですので、全日本誰が優勝するかわからないですよね。そうですね、誰が勝ってもおかしくないメンバーが そうですよね。番狂わせが今回大会結構起きてますよね。今回のサーブといい、すごかったですね。スルーレは見た感じ出てる選手、若い選手が。そうですね、2セット目が始まりました。若い選手が多いからこそ、ベテランの阿部選手うまく KO を避けてついていった。素晴らしいですね、今のは。東選手今背中どこを突くみたいな感じです。すごいですね、剣が速いから剣が来るか分かんなくてちょっと怖いですよね。できることなら東選手とか接近戦したくないそうですね、勝てそう勝てそうにないです。接近戦で剣が振られてるだけですよ。そうですよね、恐怖ですか。そうです、難しいです。東選手これを畳んでついていく、すごいですね。先に剣があんなに長いのに。そうですね、どうしてこんな体がぶつかるぐらいの距離であんなの折ってついていけるのかすごいですね。すごいですね、お互いにアタック伸びがあって勢いがあるので、それを足で切っていく、すごいですね。この試合も競ってますね。そうですね、うわあ、当たった。今のはハンターに合わせて東選手が得点しました。阿部選手、今のはしっかり下がっていきたかったんですよ、先ほどまで足を使っていたので、
もったいないです。疲れが出てきているでしょうか、足が止まり始めてっていうところも見受けられますけども、阿部選手うまくタイミングを取ったけど、いいですね、リーチを生かした今のカウンターが、やっぱフェンシングリーチがあるのでそこが怖いですよね。2人とも本当に剣がすごい動いてるのに正確ですよね。すごいです。阿部選手先ほどから剣が、剣の首が見られます。そうですね、剣変えましたね。この変えたタイミングで流れを断ち切っていったんです ね、 ですね。先ほども逆転それしましたね。はいはいはい、やっぱ剣を変えてやって変わりますかね。そうですね。おっと、いいですね。阿部選手今うまく合わせついていきます。うまく合わせたのですが外してしまいましたね。カウンターがすごいですね。つくとこがないですね。もうちょっと離れてますね。阿部選手頑張ってほしいですね。おう、着てるものもすごく厚いですからね。通気性も悪くてですね。おっと、わざわざ終幕ついてきた。やっぱ夏にやるフェンシングはすごい嫌ですよね。汗がすごくて、汗が、汗がすごい、いい当たってです、いい当たって伸びますね。そうですね、ちょっと阿部選手1点欲しいですね。そうですね、アドマ選手マッチポイントですからね。ここ取られたら、おっと、いいアタックです。やはりマッチポイントになっている状態で、こういういいアタックを決めるっていうのは、そうですね、すごいところですね。さて、アドマ選手が決めてしまうのか、どうなるんですかね。やっぱ最14点になるほど、なんか 動きますよね。そうですね。やはり決めたくなりますからね。おお、危ないですね。エンドライン、エンドライン切り、そうですね。体勢がすごいですね。どうしたよ、みんな柔らかい。そうですね、柔らかいのに動けるっていうのはすごい武器ですよね。柔らかいのが力強さ、そうですね、それが武器ですよね。どこにそんな筋肉を秘めてるんですかね、アドマ選手は。おっ、いいアタックですけど ね、 そうですね、ついてれば。おっと、アドマ選手が勝っていきました。はい、いいアタックでした。やっぱアドマ選手いいアタックしますね。いいアタックですね。そうですね、次はこれでアドマ選手は準決勝ですか。です、ね、頑張ってほしいですね。頑張ってほしいです。